う。ご飯を食べないまま力仕事はしてはいけない。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでみんなご飯食べよる。お腹が空きましたね。まあ朝だからね。アイナさん、ゴルドンパンチで道を開いて新しい階層に進めたようですな。しかし、プールを作ってやる気を出してもらわなければ、アラクレさんたちの鉱石の採掘量は増えません。だからこそなのです。この辺りでゴージャスプール作りを少し進めていただけないでしょうか。まあ、できる部分はやるよ。必要なのはカウンターテーブルが5つ、石の椅子が4つにシェイカーと銀の水差しです。全然プールに関係ない部分や。カウンターテーブルや石の椅子を乗せるための銀タイルの壁を先に並べればきっとうまくいくでしょう。さあ、設計図をよく見ながら、ゴージャスプールのバーセットを完成する、その上に銀の水差しを置いてください。ゴージャスなバーセットをお願いします。ちょ、待って、とりあえずさ、とりあえずなんか作れるものは作っていくけれど、ちょ、待って、とりあえず、受け取って、今これ銀のインゴットよね。銀のインゴットで、そう、下の部分をちょこっとでも作っとったら置けるやんね、あれ。ということやから。何をやってくれてるの？それもしかしてなんか時間早くなったりとかしよる？何も関係ない？関係ない？関係ないんだとしたら一体何をしてるんだ？これもう一回分ができたら、とりあえず。はい。作業はまだ終わってないよ。全然終わってないけんね。これで30個分銀タイルの壁ができる。まあ、これであの下の部分だけでも作れるかな。ね、とりあえずそこだけでも作れるなら作っておきたい。え、銀タイルの壁あったよね、ここ。え、合ってますよね。ここが、銀タイルの壁。このちょっとこの部分がってことか。どこまでが銀タイルの壁？この点の部分か。ここまで銀タイルの壁ってことかな？固定圏、とりあえずこの辺は置いていこうか。よいしょ。ちょっとずつね、進めていこう。でもこれ今30個しかないけんさ、あっという間になくなりそうよね。全然へこんだとこまでじゃないし。よし。これで、この上の、その部分に、カウンターテーブルが5個。そこがなんか2番目のくぼみのところからか。1、2、3、4つと、ここからってことやね。じゃ、ここにカウンターテーブルを並べます。高級ガラス瓶、銅のジョッキ、シェイカーが2つ目のところに。シェイカー。はい。これを、ここに置きます。バーセットができた！これを、高級バーセットにせんといかんわけやね。銀の水差しがいるよ、銀の水差しが。これを一番端っこのところやね。銀の水差し。はい。どうよ。何の変化もないんですけど。何の変化もないんですけど、ちょっとびっくりしたよ。銀の水差し置けてないの？置けてないやん。どうした？方向とかがあるってこと？そういうこと？これ持ち上げまして、どう置けばいいの？ちょ、待って。持ち手を、こういうこと？関係なくね？銀の水差しが置けてないんやけど。置けてないよね、これ。置けてる？別に関係ないんか。てか、ちょっと待って。銀タイルの壁。これどういう風になっとん？待って、どういう風になっとる、これ。
ここ銀テールの壁で合っとる？銀テールの壁よね。こっちが愛やん。あ、違う部分に置いとんや、私。そういうことか。銀タイルの壁。あ、なるほど。位置が違う。位置が違うよ。じゃあどこからだ？とりあえずあの一番上の、この四角の、この部分からやっていけばいいんか。この部分からやって、1,2,3,4 列ぐらい？ちょっと待ってね。あ、ここ？あ、なるほど、そういうことね。でもさ、なんかキラキラ鳴りおらんかった。気のせい。気のせいなんかもしれん。あれ？なんか、光おらんかったっけ？私の勘違い？まさかの勘違い。あ、光ってない。ここ光ってないよ、全然。あ、そっか、3列。ちょっと待って、こっち。持ち上がれ。あ、なるほど、そういうことか。よいしょ。はい。こういう感じで置いていきますと。はい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 。で、ここの部分に、しまって、はい。ここの部分に、こうね、椅子を置いていくと。ほら、光るやん。ほら、光るやん。何してんだ。で、あとは椅子、椅子、どこ行った？はい、石の椅子。で、まあ、この辺に。トン、トン、トン。ほら、光る、光る。そして、あとは、樽はまあ、まだとして、で、ダイニングテーブル。カウンターテーブルか。カウンターテーブルを取り出しまして、はい、ここに置いていく。よいしょ。はい。で、こうね。もうあっという間にできるやん。こんなものに時間をかけやがって。はい、そして、バーセット完成！そして、はい。水差し。プールの建築が進み、鉱石の採掘量が上がった。ふぅ、できたよ、できたよ。こっちまで走ってくるの？ああ、来たり来てる。来てる、来てる。はあ、素晴らしい。バーカウンターができたんですね。これで銀の採掘量も少し上がったはずです。それにしても、地下深くに広がる未開の地なんて、なんだか胸が躍りますね。地下深くといえば、この島には切ない恋の物語があるんです。よければお話ししましょうか。聞きたーい。ある日この島に、長く美しい髪の乙女がやってきました。その美しい髪の乙女は、たくましく輝くような島の男に恋をしたそうです。しかし男は島の人気者。乙女は次第に嫉妬心に苦しめられ、島の人々と男を憎むようになった。そして乙女はついに、男を殺し、自分は地下深くに潜って、ずっと出てこなかったそうです。どうです、アイナさん。つい荒くれさんばかりに目が行きますが、島にはこんな切ない物語もあるんですよ。切ないというか怖いぞ。ただ単にちょっと狂気じみた女の人の話じゃないに違う。さてと、アイナさん。この辺りでビルダーの鐘を鳴らして、鉱山の仲間を増やしてもらえませんか？鐘を鳴らして荒くれさんたちが増えれば、バーも賑わい、鉱石の採掘量も上がる。そして私たちも新しいものづくり力に目覚めることでしょう。さあ、住人の願いを聞いて、ものづくりのかけらを集めるんです。そして、ビルダーの鐘を鳴らしてください。まあ、私もそうしたいよ。もうなんかお願いがある人たちが走ってきたー。あ、どうも。あいな、こんなにいかつい男たちに囲まれながら、相変わらずヘラヘラした体なの。そんなお前さんに頼みがある。鉱山街のいかつい住人もニコニコになる、ポーカーテーブルを作ってくれないか？プールに遊び場があれば、あれくらいでものやる気も上がるだろう。鉱石の採掘量だってバンバン増えるぜ。設計図をよく見て、石の椅子を2つ。石のテーブルにポーカーを置いて、ポーカーテーブルを作ってくれ。後で置き直すのも手間だろうから、石のテーブルや石の椅子の足元には、アイアンの壁を置いておくといいぞ。ふんふん。
アイアンの壁は持っとったかな。7個か。どのあたり？じゃ、ペロちゃん待ってね。ペロちゃんちょっと待ってね。どれ？あの、この部分か。ということだから、この、まあ、一応あの3つ分だけあれば大丈夫。ということやけん最悪ね。1,2,3,4,5。5マス目。ここから1,2,3,4,5マス目。まあ、このあたりに敷いておけばいいということでしょう。はい、はい。これで、テーブルじゃなかった。椅子。石の椅子。あれ、石の椅子どこ行った？はい、石、違う。石の椅子。これを、全然違うもの取り出したんだけど、何、怖い。全然違うよ。何置いてんの、私。はい、石の椅子を、はい。はい。で、ここに、石のテーブルでいいんかな？はい。で、あと、ポーカーのやつなんやけど、私確かね、ジムの中に置いとるけん、ちょっとそれ持っていこうかな。え？置いとったよね？置いてなかった？あ、置いてなかったんか。作ってないんか。作ろ。作ろ。ポーカー。はい、一つ。そしてちょっとでも集まったらね、銀のインゴットをバババッと作っていきたい。ポーカーテーブル作るよ。もうちょっとで、このポーカー置いたら出来上がりやろ。多分。多分。ってことで、ここに。あ、置いてないんや。置いてなかった、ポーカー。無駄に1個多めに作ってしまった。はい、ポーカーテーブル。プールの建築が進み、鉱石の採掘量が上がった。オッケー。めっちゃ部分的にできていきよるね。でもこんな感じでやっていった方が早くできるんかもしれん。へい、できたよ。お、頼んでたポーカーテーブルができたんだな。ありがとうよ、エナ。部屋の中に娯楽があれば、部屋を使った住人がより多くのものづくりにかけら落としたろうぜ。それにしても、ペロの頑張りにはほどほど頭が下がるよな。親父であるアーマンを気遣って、荒くれのためにバニーになって、それでいてハーゴン軍とも戦うとは。そうよね、すごいよね。強すぎる。勘違いするなよ。別に俺は女としてペロに興味があるわけじゃない。ペロは俺の天使だ。だからお前さんにペロはやらん。独り占めは許さんからな。天使とか言っちゃってる時点でもう、ね。あ、そしてペロ。ペロやー。ちょ、君も用があるんだろうよ。どこ行ってんの？みんなどこ行ってんのね。あ、見に行ってんのね。なるほど。あいな、プール作りも行動の探検もいい感じみたいね。そろそろ前にもお願いしてた、バーの看板メニュー作りも進められないかしら。せっかくの看板メニューだし、たくさんの素材で作ってみたいんだけど、焚き火だけじゃうまくいかなくて。そこでね、まずは食材を2つ入れられるフライパンを作ってほしいの。あいな、お願い。まずはフライパンを作って、キノコキッチンで焚き火の上に置いてみて。ふんふんふん。新たなレシピをひらめいた。フライパン、鉄でできた調理器具。焚き火の上に乗せるといろんな料理ができる。これで調理の幅が広がるってことかな。フライパンの調理台を作って。オッケー。作りましょうぞ。フライパン。二つ作っといた方がいいよね。焚き火二つあるし。ということだから。あ、あったあった。は、作れねえ。作れねえ。あ、これ銀貨関係ないわ。じゃあ、まあ、とりあえず1個でいっか。別に1個しか言われてないもんね。個数言われてないけん大丈夫やわ。ってことで、これを置きに行きましょう。
フライパン、フライパン。あれ、どこ行った？あったあった。はい、これを。置きます。そこじゃねえ。そこじゃねえ。全く違うところ。はい。フライパン調理台、できたよ。あら。何？焚き火の上にフライパン置いてくれたのね。これで食材を二つで料理ができるわ。組み合わせることができるってこと。それじゃあ早速だけど、バーの看板メニューを私と一緒に考えてくれない？島の名物のキノコと、砂漠のウサギが落とす生肉を使えば、荒くれも満足する料理ができると思うの。アイナお願い。キノコと生肉をフライパンに入れて、バーの看板メニューを作ってちょうだい。焚き火をパワーアップ。焚き火の上にフライパンを乗せると、料理機能がパワーアップ。二つの材料を組み合わせて料理できるぞ。じゃあ二種類あった方が一応、料理の幅的にはいいんかな。生肉とキノコはちゃんとありますよ。待って、一個だけでいいな。わざわざまた戻すのめんどくさいし。あ、ちょっと。一個。そして、キノコも。ん？キノコなんか丸ごとになったんやけど。ちょ、待って。キノコも。一個。はい。これしまったのが一個やん。ちょっとどういうことよ。まあ、後からまたしまおう。あ、間違えた！ちょ、待って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 。あ、やめるやめる。はい。やめます。ふぅ、びっくり。私が料理される。とりあえず、キノコ入れる。で、生肉入れる。で、料理する。こういうことやね。オッケー。何ができるかな。できたよ。キノコハンバーグを初めて作った。イエーイ。この素敵な匂い。バーの看板メニューを考えてくれたのね。まあ、考えたっていうか言われたもの入れただけなんやけどね。作ってくれた料理、早速もらっていいかしら。はい、どうぞ。これキノコハンバーグっていうのね。とっても美味しそうじゃない。これを食べれば毎日忙しく働いてくれてるアラクレやパパの疲れも取れそうね。え？みんなの体を気遣うなんて優しいですって？そんなことないわよ。私は美味しい料理を食べて毎日元気に働いてほしいだけ。とにかくありがとうアイナ。私も一生懸命練習してこの料理を作れるようになってみせる。めっちゃ簡単よ。ポンポンってやりただけやけん。そうそう、料理には食べると特別な効果がつくものがあるそうよ。これからもいろいろ作ってみてね。組み合わせとなると、ちょっとね、いろいろと料理よくわからんくなってくるよね。まあでも頑張って、ペロちゃん。これからも、ね。ってことで、あ、なんかハートがいっぱい。ってことでちょっと、この銀タイルの壁の部分を、さあ、並べていきますか。これは一体どの辺までがそうなんだ？ここの部分はもうできたわけやん。で、ここに、ここの部分、はい。これで？ふんふんふん。あとは、ちょっと待って。ちょっと待って。あの丸の部分。ここまでがそうってことか。なるほど。あ、なんか草糸落ちてるよ。草糸じゃないか、枯れ草か。よし。これでここは埋めれるんじゃないもん。ふぅ。空腹で倒れそう。我慢して。我慢して。今作業中だから。ほっ。よし、いいぞ、いいぞ。これでこっち側もうできたかな？いい感じ。あ、ほらほら、こっち側できた、できた。んで、あとは、こっち側もやっていこうか。こっち側も同じって感じかな？この辺から。まあ、とりあえず同じ部分だけ、ここ違うね。よっ。ほっ。で、こっち向きに置いていくと。よいしょ。オッケーオッケー。あ、こっち側さすがに足りんかもしれんね。よっ。あ、いや、いけそうな気がする。あ、
いけるんじゃねこれ。ここはなしと。はい。あ、いけるいけるいける。全然余裕やわ。真ん中の部分はさすがにちょっと無理かな。手前ならいけるんじゃない?ここここ。ここの部分が、どういう感じ ?1、2。ふんふんふん。ここまでってことか。なんか一人座っとんやけど、ペロ。え、なに?ポーカー中?ポーカー中なの?何してんの?ちょっとびっくりしたんやけど、普通に。はい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 。あの辺ね。ビルダーの鐘を鳴らしてください。なんか呼びに来た?ペロのこと呼びに来た?ちょっとサボってんじゃないよ、みたいな感じ。あ、ここも余裕でいけるね。オッケーオッケー。はい。なんか思ったよりも。あれ?ちょっと待って。ちょっと待って。あ、違う、ここは合ってる。はい、ここが違うやろ。ねえ、なんか思ったよりできてきよるね。あ、ここも違うんや。ちょっと待って、どこ?この下の部分、あ、ここは繋がっとんかな?よっ。よいしょ。ふんふんふん。オッケーオッケー。これであとは、この真ん中の部分も穴が開いとんか。はい、ここ。違う、はい。ここ取って、よいしょ。じゃ、ここの部分も繋げれるかな。よいしょ。はい、オッケー。こっちは?手前の部分は違うんか。あとは上に向かってって感じやね。この下の部分は?じゃ、下の部分がよくわからんな。じゃ、よくわからん。とりあえず土台の部分はこれでオッケーって感じかな。ふんふんふん。んで、あとは、はしごをちょっとかけていこうか。はしごあっちに二つとこっちに二つはかけれそう。はしご、はしご。この部分やね。はい。そして、ここ。はい。で、ここの部分にも、はしご。はい、オッケー。んで、あと置けそうなものは、アイアンの壁。これが取り出せて、この辺全部そうってことよね。これ違う。これ全く違うものや。はい。この辺に置いていけばいいと。オッケー、オッケー。ちょ、なんか飛び越したけど。はい。手前の部分の土台は完成でしょう。あ、ここもか。よいしょ。見えない部分も。きっちりと。よきだね、よきだね。なんで指導はいつも見張ってるの?私がサボってないかどうかは見てるの?そんな見張らなくても大丈夫よ。きっちりやりますから。よ。ね、勘違いさえしなければきっちりやるので。大丈夫です。よ。はい、これで手前部分完成。おー、めっちゃいいやん。ってことで、ここに置くものももう置けるよね。ここの部分は、とりあえず、石の椅子と、石のテーブル。はい、オッケー。で、これを、石のテーブルどの辺?この辺かな?は、合ってる合ってる。で、石の椅子をここ、2箇所に置いて、で、この上に置くものは銅のジョッキか。ふんふんふん。銅のジョッキは持っとったかな、私。作ってた?はぁ、作ってない。
作ってないぞ。まあ一応そういうことで、であとはここの部分に柱がいるわけですね。お、これ上回ってる？上違うのか。違うね。え、上は何？ああ、なるほど、なるほど。そういうことか。そういうことだね。はいはい。うう。ご飯を食べないまま力仕事はしてはいけない。よいしょ。上はまた、銀のやつだ。ってことやけん、こっち側、この辺のバーカウンター部分が、これで出来上がって、邪魔よ、ちょっと。邪魔だよ、ちょっと。そんなところをうろつかれたら。じゃ、ここの余った部分はもう全部このアイアンでいいってことやね。はい、オッケー、オッケー。あれ？あれ？ちょ、待って。この下の部分に置きたい。あれ？こ、あー、びっくりした。置けんのかと思ったやん、一瞬。はい。これいけるかな？いや、足りんか。とりあえずこの一列はいける。あー、足りんね。違う。まあ、でも、バーカウンター部分は、よいしょ。いけたね。オッケー。これでこの部分もできた。あとは、ここに、置くもの。あれ？ああ、ここの部分が足りてないってことか。え？ちょっと待って、これ合ってる？合ってるのか、一応。なんかどういう感じなんかがいまいちよくわからん。はい。まあ、土台はだいぶ完成してきたってことで。あ、いいね、いいね。形が見えてきたね。なんかもうちょっと時間かかるかなって思ったけど。そうでもないかもしれん。はい。そしてちょっと作ってた。はい。鉄のインゴット。そして、銀のインゴットはもう、あ、まだ必要なんか一応。とりあえず鉄のインゴットの方を作っておいて。こっちがね、ちょっとまだまだ必要になってくるけんね。で、アイアンの壁。あ、これでもう、これでもういけたよ。アイアンの方は。オッケー？オッケーオッケー。え、ちょっと待って。鉄の方これでいけたんやったらもうこれいらんくね。いらんくね。で、銀の方作ったらいいってことか。はい、こっち作りまーす。よし、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしておきたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。最初ゴージャスプールとか言われた時、どうしようって思ったけど、意外ともう 46%、まあ半分近くまではできたけん、まああとは上に積むものとか、上に組み立てているブロックをやっていけばできるかなと。案外簡単かもしれんね。